5年秋の漁協見学式を行います。日本国憲法は海の通りに特殊調理賞を授与する。さまざまな不確定要因のある中でですね、各自治体それぞれ一生懸命その活力をのある地域経済を維持するため、あるいは発展させるためにもがいているところでございます。皆様方の引き続きのご指導ご鞭撻をいただければと、後輩の我々にいただくことができればというふうに思っています。持続可能な茨城づくりに取り組んでいくことが極めて重要であります。今日の茨城の発展のためになお一層のご尽力を賜れますようよろしくお願い申し上げたいと思っております。